はい、ラーメン作ります。今日は SNS 系ラーメンを作ります。 Twitter や Instagram でラーメンの画像を見てたらですね、こういうラーメン多かったので作りました。いわゆる淡麗系ですかね。多分加工なんでしょうけど、 Instagram はすごいうまそうなラーメンな印象で、なんだかんだ色っていうか、なんか海外っぽくてすごいです。美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴ください。
はい、SNS 系ラーメンの完成です。非常に美味しく仕上がりました。これは美味しいです。麺がちょっと茹で過ぎというか、どうしても撮影してると長引くのでちょっと伸びちゃったなという感じです。とはいえちょっと食感が違うというか、このスープには丸くて細いそうめんのような麺が合うかと思います。それ以外の部分で言えば、だいぶ食べやすい淡麗系ですね。タレに少しばかりのナンプラを加えるのがいいです。どうしてもタレの尖りが出やすいラーメンなので、あくまで醤油感を消すためのナンプラーです。それとお砂糖の方も2種類濃いめの砂糖を加えることで、どっしりとした甘みを演出って言い方あれですけど、まあ演出しました。まあ淡麗系ラーメンは砂糖を加えないというか、結構キリッとさせることが多いんですけど、個人的にはそこはちょっと妥協というか、まあ好きな方はもう入れずにというか、ちょっとだけにするとかにしてください。淡麗系ラーメンの話をしますとですね、実はみんな気づいてないと思うんですけど、まあ詳しい方はそれは気づいてるんですけど、割と異質なラーメンだと思ってて、淡麗系っていわゆる、よくよく考えると普通のラーメンを淡麗にしたのが淡麗系ラーメンになるので、あんまないんですよね。普通のラーメンから引き算にするっていう考えというか、家系とか二郎とかって完全な足し算じゃないですか。だけど淡麗系っていうのは普通のラーメンから引くっていうのが淡麗系、まあ何回もいいんですけど、なんで美味しい淡麗系ラーメンっていうのは雑味を削いで旨味をこう凝縮させる、まあお吸い物みたいな感じかわかんないですけど、まあ個人的な感想なんですけど、まあそういうラーメンで大体まあ貴重でありがたみのあるラーメンですね。ラーメン初心者の方でもし淡麗系ラーメン食べる方は、このイメージを思い出しながら食べてみてください。普通のラーメンのスープの濁りや雑味、麺の乾水の風味とか、そのあたり考えながら食べるとだいぶわかりやすいですね。普段ラーメン食べない方はいきなり淡麗系から入らない方がいいかもしれないですね。もしかすると脳が追いつかない可能性があります。自分としましては出汁の取り方とかどうやってんだろうなみたいな感じで食べたいんですけどね。もちろん淡麗系も好きですね。最近は、昔はちょっと嫌いだったんですけど、まあさっきも言いましたが、二郎や家系って結構人気なんですけど、どうなんですかね。本当はみんな足し算のラーメン好きなのかなと。がっつり足し算のラーメンとは裏腹に淡麗系は逆側ですので、それを分かった上で食べてみると面白いです、本当に。うん、以上です。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。そしてチャンネルおしめん TV のご覧の方もよろしくお願いします。それではまた。